俺は海賊王になるスタンプありがとうございます。はい。いやー、海賊王になりたいですか。まあこれですね、僕運営してるドリームアカデミアっていう塾があるんですけど、そこで一人のリーダーになりましょうっていうことをまず最初に教えてるんですけど、リーダーになるってことはどういうことだと思いますお金を稼ぐっていうことはどういうことだと思いますまあお金を稼ぐっていうことに興味なければ、まあ僕の LINE 跡に登録してないと思うんですけど、 僕はお金を稼ぐ、一人で稼いでいくってことは、まさにルフィのやってることだと思います。うん。それは何かっていうと、旗を上げるってことですね。だからリ,ーダーリーダーになるってことは旗を上げるんですよ。で、多くの人って、もう旗が上がってるところに就活するんですよ。 もうすでに旗が上がってる。すでに会社があります。で、その会社に就職して、そこで給料をもらってるって形ですよね。自分で稼ぐっていう場合は、自分で旗を上げる。まあ、会社作らなくてもいいですけども、まず自分で旗をあげないと何も始まらないと思います。うん。で、これはですね、僕が、えー、その、毎日が冒険っていう本をですね、22、3の時読んで、まあ、すごくそれがね、えー、鮮明に残ってるんですけど、 やり方わかんなかったとしても、とに,とにかく旗あげることがめちゃめちゃ大事で、まあ結局僕その読んで、そう、高橋歩さんっていう人の本なんですけど、まあ当時ですね、その本を読んだ時はわかんなかったですけど、これね、毎日が冒険で僕自分で本出して、ここに書きました。<laughs> ね、<laughs> まさか自分の本出せれると思わなかったんで、これ出版社に言われたんですけど、な何すかこれみたいなね。これとこれまた関係ないですよね。 これは僕が一番本当に勉強嫌いで、あの、まあ、この YouTube の下にもちょっと入れておきますけど、あの、旗を上げたいっていうことであるならば、毎日が冒険を読んでみるのはすごくおすすめです。僕は当時何やっていいか分かんなかったけれども、悶々としてた時期がありまして、まあ、その話するとすげえ長くなるんで割愛しますけど、ただ、その毎日が冒険、高橋や美さんの本を読んで、旗あげようって思いましたね。 うん、本当改造、多分ルフィもじゃあ、改造工になる方法分かってから改造工になるって言ってると思いますこれちょっとあのー、なんだうーん、自己啓発になるんですけど。<laughs> ルフィ、あのー、ん,なんやろな。じゃあ、そのロジカルシンキングにね、ルフィがね、 じゃあ、海賊王になるためには、これぐらいの冒険をして、これぐらいのノウハウがあって、こんなことをして、こういうふうになれるから、海賊王になれるんだ。じゃあ、海賊王になるぞって言ったと思います。違うんですよ。<laughs> やり方わかんない <laughs>。とにかく海渡るぜ、みたいなね <laughs>。とにかく冒険出るぞ、みたいな,なん。なぜならば海賊王になるからだ、みたいなね <laughs>。そんな感じじゃないですか。で、それが大事ってことなんですよ。だけど、それが大事っていうことを理解、ほとんどの人はできないんで。 いやいやいや、そんな簡単に世の中渡れたら苦労しないよと。そうなんです。苦労しないです。はい、どっちどちらにしても苦労するじゃないですか。普通に会社で働いてても苦労するし、旗あげたとしても苦労するし、どっちにしも苦労するんですよ。じゃあ、どっちにしろ苦労するんだから、結局大事なことって自分がどうしたい,いのか目的地を決めて旗あげて、俺はこうなるんだっていうところをしっかりと道筋を立てる。道筋、道、地図はない。 え道筋はなかったとしてもそのゴールですよねどうなりたいのかっていうのを旗上げないとその旗のとこには行けないよって話ですね旗を上げない限りその旗のとこに一生行くことはできないよっていうそれはそうですよね目的地わかんないのにそもそもまあ地図があったとしてもじゃあ地図はありますやり方わかりますだけど目的地決まってないえどこ行きたいんですかみたいな <laughs> やり方はあるよとね地図もあるよとねノウハウもあるよと 武器も揃ってるよ。隊長どこ行きたいんですかみたいな。そうやな。わ分からんみた,みたいな。えみたいな。こんだけ揃えたのに武器もみたいな。武器もこんなに揃えたし、何地図も揃えたし、この地図高かったんですよ、隊長みたいな。隊長これ地図入手するのにめっちゃ苦労したし、命張ったんですけど、どこ行くんですかみたいな。コンパス、あの、コンパスもね、手に入れたんですよ、隊長みたいな。どこ行くんですかみたいな。わかんないみたいな。どうするんですかみたいな話じゃないですけど。なんで、 旗あげなければその旗の通りにはならないですね。はい。ということで解読音になっていきましょう。ということでありがとうございます。